パパの名前はアルフォンソロッシ、ママの名前はエカテリーナロッシ。二人とも医者だった。だけどナチュラルはパパたちを殺した。コーディネーターだからって。ナチュラルは野蛮だ。これから僕らは仕返しをする。だけど悪いのはナチュラルだ。ナチュラルを殺せ。ブルーコスモスにしよう。コスミックイラ73年、10月3日、パトリック・ザラの信奉者たちによって、ユニウスセブンを地球に落下させようとしたテロ事件、ブレイク・ザ・ワールドが勃発。地球上に降り注いだユニウスセブンの破片は世界の都市を壊滅させ、この混乱に乗じて、コーディネーターの反連合レジスタンス組織の活動が活発化。南米フォルタレザではレジスタンスの陣が猛威を振るい、現地のリニアガンタンクを主力とする部隊と激突。撃破された陣のコックピットからは、3人のコーディネーターの子供の死体が発見される。機動戦士ガンダムシード、CE73、スターゲイザーとは、2006年に開始されたエクスプロージョンガンダムシード、テナ企画の第一弾として制作されたアニメ作品なのでおます。1話が15分の全3話が、2006年7月からバンダイチャンネルで有料配信された後、なんやかんやで、DVD とかになったアニメ作品なのでございます。そうだ、その通り。ジン、タイプインサージェントは、本作の第1話に登場する、ガキンチョ3人組が乗る、反連合レジスタンス仕様のジンなんどすえ。インサージェントは反乱者やボートの意味なので、演出面からの商品名という見方が濃厚。性能自体は通常のジンを超えるものではなく、機体各部に設置された夜間用の投降機と、左胸の K のマーキングが特徴だったりした問題。この K のマークの意味としては、キラーの頭文字という説や、犯行声明の映像でバックに K の文字があるので、反連合レジスタンス組織の頭文字ではないかなど、様々な憶測を呼んだ問題も。間違っても、例の国の頭文字じゃございやせんので念のため。ですよねー。劇中では、ユニウスセブン落下テロ事件発生後、水没した南米のフォルタレザ市街に現れ、現地のリニアガンタンク部隊を相手にドッタンバッタン暴れまくったモンチッチ。その現場に、401の打ち上げに向かう途中だった DSSD 開発センターの保安副部長、エドモンドと、技術員のセレーネが居合わせ、セレーネを見送った後、エドモンドの指揮でリニアガンタンクを主力とする部隊がジンと戦い、なんやかんやで、ジンの撃破には成功するものの、その攻撃によってエドモンドは死亡。その後、ジンのコックピットからは、焼夷弾で蒸し焼きになって死んだが緊張が出てきて皆さんドン引き。事件後にテレビ局に届けられた犯行声明により、ナチュラルに親を殺されたが緊張の復讐だったことが判明し、ニューディーの、先生が言ってた、良いコーディネーターは死んだコーディネーターだけだって。という、救いようのないセリフで締めくくられたのでしたとさ。何それ怖い。演出的にも、連合のモビルスーツが迎撃に出ない中、レジスタンスの陣と、タンク部隊の戦闘の描写が活かすと好評を博したものよのう。エドモンドのおっさんが、元部下が乗るリニアガンタンクで至近距離からの攻撃を挑み、陣を撃破するものの、ものの3分余りで死亡。そんでもって、コックピットから出てきたが近所3人の死体にドン引き。彼らの犯行声明を見たファントムペインの方々の救いようのないセリフなどなど、畳みかけるような演出が素敵、素敵すぎ。ただし、ここまで、主役のスウェンのセリフがあんましないのがあいたたたーって感じやね。そんなん言っても、しゃあないねー。当時の背景としては、機動戦士ガンダムシードは、ファーストガンダムのオマージュとしての性格が強いため、本作でのモビルスーツの原点であるジンは、ファーストガンダムでいうところのジオンのザクのように、様々なタイプがデザインされ、アニメ以外のメディアでも大活躍したわけですよ。続編の、機動戦士ガンダムシードディスティニーでは、新型のザクウォーリアが設定されたため、旧式化したジンはアニメでの露出が激減した反面、その他のメディアでは、様々な組織で、ザフトから流出した機体が回収されて多用されたのでござりませう。そんなん、嘘っぱちだー。時は2006年9月、ハイブレードモビルジンのバリエーションキット、ジン、タイプインサージェントが発売される。当時の段階では付属するキットの少ない、M68 キャップス 500mm 半導砲の存在が、このキットの存在価値を底上げしていた点は間違いようがなかった。しかし、ベースキットであるモビルジンの発売から数年が経過している上、度重なるバリエーションキットの発売による、モビルジンの金型の劣化が、パーツに及ぼす悪影響がモデラーに懸念されたという。キットの値段は1200円。2006年9月に発売されたハイグレード仕様のキットだよん。2003年に発売されたハイグレードモビルジンのリデコキットで、劇中の演出が印象的だった夜間用の投降機や、それを取り付ける V のパーツ、ハイグレード、ガンダムアストレイブルーフレームのものと同じ金型を用いた、M68 キャップス 500mm 半導砲が追加された仕様だったのでございます。その、通り。
もともと、初回発売当時は良作と言われていたハイグレードモビルジンがベースだけに、プロポーション自体は優秀だったのだけどそれはそれ。すでに発売から3年以上が経過しているキットがベースだけに、稼働範囲が限定的な点や、合わせ目が目立つ点など、各部の解釈に古臭さが残るのも事実。そして、新規パーツを追加した部分に、色分けがいまいちな部分が出てしまうのも事実。そう、事実なのだよ皆の衆。だが、しかーし、そこも含めて、プラモデルらしくて良いという声も多かったのだよ初見さん。まあね、ガンプラらしいという意味ではないですね。むしろ、当時のガンプラとしては、合わせ目が目立ちすぎるという意見が多かった。当時は急速にパチ組での完成度の高さを求める声が高まり、作るのが面倒なキットはあまり評価されない傾向が強かった。それでもね、久々のジンのキットに、久々に作ってみっかというモデラーもたくさんいたわけよ。もちろん、アニメ本編での活躍を見て、これかっけーってんで、買ったやつもいたかもしれん、かもしれん。武器は、アサルトライフルと3連装のミサイルランチャー、M68 キャップス 500mm 反動砲と、解説書では使わないパーツ扱いの銃弾頭が付属。アサルトライフルと3連装ミサイルランチャー、銃弾頭の仕様は変わらず、アサルトライフルはリアアーマーに、3連装ミサイルランチャーは脚部にマウントすることが可能。大神お瓶よ、ご賞覧あれ。M68 キャップス 500mm 反動砲が付くことが、このキットの最大の売りと言って良いですな。何せ、この武器が付いてるキットが少ない上、機動戦士ガンダムシードディスティニーの本編でも使用されるシーンがあるため、そのシーンを再現するために購入するのは当然の行為だからして、安いうちにと、カードでバカ買いするモデラーもいたであろうに違いねえ。それは、どうかな？しかしながら、ハンドパーツが右の武器持ち手と、拳状の持ち手が両手分しか付いてないので、武器を持たせるとグラグラする上、系のマーキングシールを角度のきつい部位に貼るので、時間が経つと浮いてくるのが嫌あんな感じなのだよおっかさん。成型色は、明るいブラウンというか、サンドイエローみたいな感じなのでして。設定とも色味が若干異なる上、活躍するのが夜で、雨も降っている暗いシーンのため、機体色も暗めのイメージだったのですよコンチクショー。でもね、まあ、なんだ。ジンウォーカーみたいな砂漠戦仕様にしたいというのなら、このキットの成型色は具合が良いかもしれんやね。そうだそうだ、そうかもしんない。モデラー視点で見れば、発売から3年以上が経過し、しかも、たびたびバリエーションキットが発売されているとなると、酷使された金型を、バンダイさんがちゃんとメンテしていたかが気になりますな。ぶっちゃけ、パネルラインが埋まってないかとか、パーツのはめ合わせにおかしいところはないかという点ですな。これまでのコメントでも、キットの発売時期によるパーツの精度をチェックしているモデラーさんもいましたしね。なんつうか、うちの動画は画質がいまいちなんで詳しくはわからないけど、ざっくりした形状はなんとかわかる。ってな、コメントの通知が来たけども、動画のコメント欄には反映されずに今じゃコメントも消えてるのですよ。わけわかめ。こいつは、妖怪の仕業にちげえねえ。いずれにせよ、当時の書き込みでは、パネルラインはもともと太めだったので問題なかったものの、頭部などに、はめ合わせがきつい部分があったという話はあったのですよコンチクショー。そうだっけ？とにもかくにも、劇中の作画がすんばらしかっただけに、アニメ本編を見て欲しくなったという意見がある一方、死んだが近所のシーンがかわいそすぎて、見るに耐えないので買えないという。こいつ、こんなにメンタルが弱くて大丈夫かと、思わず心配したくなる意見もあったのは確かやね。まあね、世界は常に残酷ですからに。こいつは、社会に出てないガキの意見だったにちげえねえ。もうちょっと大人におなりなさい。なんというか本中か、昨今では入手困難なせいか、一部ではプレミア化している印象なのだけど、見つかれば、普通に買えるケースも少なくないと言っておこう。実際、動画で使用したキットも中古で900円で買えたのだよね。これ本当。一時期、山田電機さんが、プラモデルにノリのきついバーコードをベタベタ貼り付けていた時期がありやして、それを無理に剥がそうとすると、箱が嫌あんな感じに破れるキットが多かったりしたもんじゃ焼き。そんなキットは中古市場でも回転が悪い傾向があるので、自然と安くなるパティーン。ついでに言っておくとだね。中古屋さんとかで、管理ラベルをプラモに貼ってある場合があるのだけども、たとえ、剥がせるタイプのラベルシールを使っていたとしてもだね。すでに、箱が劣化してる古いキットにラベルシールを貼ると、印刷が剥がれ、パッケージが汚くなる場合があるのよ。参ったね。どこの店とはあえて言わないけども、最近、そんなのが多いので注意してほしいのでござんすよ。はい。そいつは、やさんじゃね？